エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、ライブライトから始めよう編で、ライトの限界という話をしていきます。まずエイブルトンライブのエディションのおさらいですね。スイートが最上位、スタンダードが実践向け、イントロが入門者向け、この3つが製品版として販売されています。次ライトですね。これはバンドル品になります。いわゆるおまけになりますね。音楽機材、ミディキーボードやオーディオインターフェースなどの音楽機材を購入した際にライブライトが入手できますという紙がペラッと入ってくるんですが、その紙が入ってきていたら、ライトを入手することができます。でその紙にですね、ライブ9ライトが入手できますと書いてあっても、今はライブ10ライトを入手することができます。入手方法はこちらですね。Google 等でライブライトインストールオーソライズなどいう単語でググるとこのページにたどり着くので、そこからダウンロードインストールオーソライズをしてください。その際にエイブルトンのアカウントを作ることになるんですが、そのアカウントを作っておくと、後々スタンダードやスイートにアップグレードしたいなと思った時に、割引価格でアップグレードすることが可能になります。興味ある方はアカウントを作ってダウンロードインストールオーソライズしておいてください。じゃあ今日の話ですね。ライトの限界という話をちょっとしていきます。でまず最初にライトでできることを軽く復習しておきましょう。ライトでできること、音楽制作、これ十分できます。レコや打ち込み、可能ですね。で音源ファイルの書き足し、エクスポート、WAV や AIFF、FLAC も対応してるかな。あと MP3 も対応してますね。その形式で音源ファイルを書き出すことができます。次にプロジェクトファイルの保存、作っておいたこのライブセットですね、これを保存しておくことができます。なんで一応言っておくかというと、この辺できないあの無料版も世の中には存在するので、ちょこっと言っておきます。あとライブらしい機能としてラックが使えます。エフェクトのみならずデバイス、インストルメントやエフェクトを複合したものやなんかを、その一塊としてまとめて、保存することができて、このマクロというのを使ってラックの中に入っているエフェクトやデバイスのパラメータをひとまとめでいじることができるようになる、そういう機能ですね。そのラックも使えます。でシンプラ、エイブルトンライブらしい楽しめる時間ですね。シンプラにオーディオファイルを入れて、このスライスモードやクラシックやなんかで音程を変えたり、音をスライスしてバラバラに使ったりなんてすることもできます。でワープ機能ですね。オーディオファイルにワープマーカーと呼ばれるこのオレンジ色の何ですかね、下向きの矢印っぽいのを打ち込んでいって、音をこうずらすなんていうことが簡単にできるようになります。こうですね。これもオーライトで十分使えます。あとフリーズですね。CPU 負荷、音源を増やしていったりエフェクトをいっぱい差し込んでいくとどうしても CPU 負荷が高くなりますね。でそれをフリーズと呼ばれる機能によって一度仮のオーディオファイル化することによってその CPU 負荷を減らすと。 CPU 負荷ここですね、今 1% ですけど、これをフリーズなしで再生すると一気に30%何までいきましたね。これがまあその CPU に負荷がかかっている状態なので、まあ、ちょっとフリーズをかけてCPU 負荷を減らすと、さっきの30何パーかから今29ぐらいまで下がったので、まあだいぶ下がりますね。もちろんあの CPU のパワーにもよるので一概には言えませんが、このフリーズという機能を活用することによって、言い方ちょっと悪いですけど低スペックの PC でも音楽制作が可能になる、可能というかできるかもよみたいな感じですね。そういうのがライトで、十分できます。じゃあここまでできれば十分なんじゃねえかなっていう考えもあるんですが、使っていくとどうしても不満が出てくるというのがまあ人の常ですね。何ができないか、ライトの限界です。トラック数に制限があります。今ここに1,2,3,4,5、5つのトラックがあります。オーディオトラックとミディトラック混ざってる状態ですね。ライトの場合はこれが8トラックまでしか作ることができません。これ以上増やそうとすると今ここで8ですね。
5678、オーディオトラックとミディトラックを合わせて8トラック、これ以上増やそうとすると8に制限されていますというメッセージが出てきます。これもちろんセッションビューだけではなくアレンジメントビューでも同じことなので一緒ですね。トラック数は制限されていますと出てきます。次にもう一つセッションビューだけの話なんですが、今このシーン横列ですね、シーンが8、ちょっと見づらいんでここを消しとこうか、シーンが8、横列が8です。これ以上増やそうとするとシーン数8に制限されていますと出てきます。トラックは8まで、シーンも8まで、これがライトの制限の一つですね。ここですね、ここの2つ。あとエフェクトの種類、インストゥルメントの種類。エブトンライブはこのブラウザに一覧が表示されます。サウンド、インストゥルメント、オーディオエフェクト、ミディエフェクトと、まあ、もちろんプラグインを使って増やすことも可能ではあるんですが、こうですね、プラグインも使えます。あ、さっき使えるところにプラグインって書いてなかったですね、書いておきましょう。プラグインも使えますですが、もともと入っている、インストゥルメントやミディエフェクト、オーディオエフェクトの数はこれだけです。これでも十分かなっていう気もするんですが、ライト、ただこれ音楽制作始めた時にはまあ十分なんですけど、まあ、だんだん使っていくうちにああいうの音も出したい、こういう処理もしたいってなるとちょっと足りなくなってくるのが正直なところですね。そうですね、エフェクトの種類、インストゥルメントの種類で、そもそも最初の方で確か、リミッターが入ってないって話をしたんですが、リミッターがないんですよね。リミッターがないってなるとこのマスターボリュームのとかこのボリュームフェーダーが緑から赤に変わってしまって、ちょっとよろしくない状態になると、デジタル上 PC 上で音楽を扱う場合には 0dB を超えると、いろんな大人に怒られるというのがあるので超えちゃいけないよと、まあ、その単純にノイズとかブツって言ったりするんですよね。それを販売する商品として販売する、もしくはどこぞの企業とかに納品するとなると傷物なんてね納品できないことになっちゃうんで、それを防ぐためにリミッターを差し込むこと多いんですが、まあこれリミッターがないのがまあなかなかちょっと残念なところですね。あともう一つ MAX4LIVE が使えません。 MAX4LIVE というのは MAX と呼ばれるオーディオやビジュアルをですねインタラクティブにいじることができる環境、まあ、ソフトのことなんですが、それをライブでエブリトンライブで使えるようにしている環境なんですね。まあ、この話はちょっとまあややこしいので軽くしか話さないんですが、この MAX4LIVE で作られたデバイス、インストゥルメントやエフェクトはスイートには入っていて自由に使えますし自分で作ることも可能なんですが、まあそれがライトでは使えないよということになります。まあこれに関してはまあだいぶ上級編といいますか、まあ、好きな人は早々に使いたいと思うんで、その場合はスイート最初から選ぶことをお勧めするんですが、まあ、こういうこともあります。これちょっとなかなか面白いデバイス多いんでね、使い始めるとハマるんですけども、まあ次にじゃあオーディオトゥミディができない、もうちょっと現実的といいますか手前の機能といったらいいかな、オーディオトゥミディができません。オーディオトゥミディというのはオーディオファイル、こういうオーディオファイルをミディトラックに入れると、ハーモニーとかメロディーとかリズムでどれにしますかって出てきて分析してくれるんですね。スイートでやるとこんな感じになります。オーディオトゥミディというのは例えばこのベースのレコーディングしたベース、これを右クリックしてハーモニーを新規ミニトラックに変換、メロディーを変換、ドラムを変換、まあ今単音なのでメロディーを新規ミニトラックに変換を選ぶと、はい、これですね、こういう風に変換されます。でここにミディクリップが生成されると。で、まあ、これをどう使うかというと、これに音源を当てはめて音源をインストゥルメントを入れて聞いてみると、そうすると
先ほどのベースラインからは想像もつかないような、これからは想像もつかなかったような音が作ることが可能になるよという話ですね。もう一つ、スライスというのができない。シンプラーのスライスモードとは違うスライスです。シンプラーのスライスモードはちゃんと使えます。こう縦線ですね。ただこれをですね、ドラムラック上に自動に配置する機能があるんですね。ドラムラックはこういうやつです。ここにシンプラーでスライスしたものをデャーッと並べてくれる機能があるんですが、それもこれでは使えません。右クリックから行くんですけど使えません。試しに僕が普段使っているスイートでやるとこんな感じになります。例えばこのパーカッションファイル、これですね。これ波形で見るとこんな感じ。これを右クリックから新規ミディドラッグへスライスっていうのを選ぶと、こういうウィンドウが立ち上がります。トランジェントというのがこの波形ですね。ワープマーカーはここに打った、ワープマーカーを打っていたらそれに従います。バーが小節。何分の何の音っていうのが音符ですね。で、今分かりやすいのでちょっとトランジェントに、してみます。で、OK を押すと、はい、こんな感じで新しいミディトラックにスライスされます。これがまあドラムラックと同じような使い方になりますね。こんな感じ。先ほどの音源オーディオクリップがこう波形に沿って分解されて、ここのドラムラックに入っていますということになります。これもライトではできません。で、あともう一つ、今まで文字だけ見せてて発言はしなかったんですが、公式のサポート外になります。あくまでもバンドル品であるので、公式のサポートにメールや電話をかけても、ライトの時点でちょっと公式サポートが受けられないというデメリットがあります。まあ、実際これがどれだけ不便かどうかとなると、あまり使わないんでね不便じゃない場合の可能性もありますが、一応限界といいますか、ライトの、まあ、デメリットの一つに公式サポートを受けられませんということがあるので、僕のこの動画を見て何かライトでトラブってサポートに連絡をしてみようと思っても、サポートさんはちょっと受付することができないということになっています。はい、こんな感じですね。ライトの限界というかデメリットなんですが、エフェクトの種類、インストルメントの種類なんかはもちろん、バンドにちょこっとプリプロ、こんな曲やりたいんだよっていうのを持ってくだけであれば大して気にならないとは思います。ただこれが、製品として、例えばオンラインで販売するとか、CD などの盤に焼くとかってするとなってくると、まあちょっと難しいですよね。限界が出てくるかなと思います。でもライトでから音楽制作を始めるのは全然悪いことではなくて、僕もライトの1個上のイントロから始めたんですよね。こうですね。で、ライトとあんまり機能が変わらないんです。ちょっと多いぐらいですね、イントロって。イントロから始めて、スタンダードにアップグレードして、スイートに最終的にアップグレードするという手順を踏んだので、ライトから始めて面白そうだな、このソフト、エイブルトンライブは自分に合ってると思ったら、アカウントを作っておけば、アップグレード、割引価格で可能なので、随時アップグレードしていけばいいかなと思います。はい、今日はほとんど音出しませんでしたが、ライトの限界という話をしました。ここまでやってきて、ライトで自分が作りたい音楽が作れるんであればライトでも結構ですし、もうちょっと作り込みたいなと思うんであればアップグレード検討してみてください。そのアップグレード後のスイートを使った、動画なんかは、僕のこの YouTube アカウントに存在してるんでね、ちょっと見てもらえればいいかなと思います。じゃあ今日の話ここまでになります。ライブライトから始めよう編、ライトの限界という話でした。これで多分ライト編最終回かなと思います。ちょっと他にやりたいことが溜まってるので、一度ライト編は終わらせて、次回からまた別の話をしていこうかなと思います。じゃあ今日ここまでになります。良い音楽ライフを。